はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ヒロンジ様、ヤマビコマスター様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。石川県大雨被害、死者6名、行方不明2名、安否不明5名、行方不明と安否不明の違いがちょっとわかんないんですけれども、亡くなった方に謹んでお悔やみ、申し上げます。不明の方の無事を、祈っております。警察消防自衛隊が400人体制で捜索しているそうであります。無事見つかるといいなと思っております。テレビ番組に出演した河野太郎、深セン10歳児刺殺事件について、外で見えるように強く言えというのはよく寝と言えなんかが言いますが、必ずしもそれがいいとは限りません。外向けにわーわー騒げばいいというものではないと。ネトウヨイコールバカという印象操作を、行ってしまって、非難合合でありました。世論です。聞いてて草。は、よ、中国の犬。うるせえ、放末。日本人の9割がネトウヨなんだが、いいのか。日本政府が中国共産党に何も言わないから言われてるんだろうが、シナの犬丸出しで笑ったと。ネトウヨの定義を言え。リアルでネトウヨっていう人初めて見たわ。一族経営の会社が中国にあるのに物言えるわけないだろ。ネトウヨが気になって眠れないの。政治家が使っていい言葉ではないよな。パヨチンとか言ったらメディア総動員で攻撃するっしょ。河野太郎って今一般人を名誉毀損で訴えてるんだよね。で、訴えた側が一度も出廷してこないという前代未聞の状態が続いてるそうなんだが、こんな面白ネタをなぜかメディアはガン無視と。誰か私の訴訟、書いててくれました。一度も出廷してこないっていうのは一度も開かれてないからですね。本人は出ないって言ってますけど、拒否してますけれども、河野の中では、自分に意見するものすべてネトウヨ、自分に都合悪い真実を流布するものすべてネトウヨ、日本端子があって、言った私を変なネトウヨって言って呼んでましたんで、あとね、一部のネトウヨが騒いでるだけって前にも発言してましたから、河野太郎は使い慣れた言葉なんだろうな。中共の犬の河野から見れば日本人全員ネトウヨじゃねえの、思いますけれども、ネトウヨイコールネトウヨなんですけど、初期は変化ミスでネトウヨの言葉が並んでました。2チャンネルラーとか書いてるやつもいました。インターネッツって書いてる、じいさん工作員が無理して、レトロな時代がありました。世論にもあったが、政治家がテレビで言っていい言葉ではないですね。高市さんがもしね、テレビでパヨチン界隈がって言っちゃったら、メディア総出で差別がーとか言って叩くでしょう。何としてもネトウヨを悪く言いたいと常日頃思ってからテレビで口に出てしまうんだね。河野太郎、日本端子とか言ってる変なネトウヨ訴えてやる。覚悟しろ。徹底的にやる。靴沢を訴え、ことなきを得た。得てないんですけど、徹底的にやる割には自分は出廷拒否してるんですけどね。大嫌いなネトウヨ、かっこ私をやっつけるチャンスなのに、何やってんだか、裁判所出てこいよ。メディアはこんな面白ネタを報道しないと。NHK から、指令が言ってんだと思います。全メディアに。で、ストップかかってんだと思います。私取り上げるとですね、どうしても全部で10回やった NHK でも、もう、なんかの表紙で紹介されちゃって、そんなのあったの？ NHK に不都合な事態になりかねないですもんね。私が目立つのは NHK にとって非常に不都合である。10月25日、11時、東京地裁第5回裁判、開催です。705号法廷、私は被告席にいます。やたら威張ってる。原告を呼びつけてる被告。都合つく方は見物にいらしてください。こちらは河野の出廷を要求しています。何としても法廷に引きずり出したいものです。大体ですね、訴えた原告が逃げ回ってて、訴えられた被告に呼びつけられて、おかしいだろ。何がネトウヨって話なのね。議員の実力を測る。議員立法、田中角栄54本出してて、うち33本が可決成立している。総裁選候補の議員立法提出数、林法政16本、加藤勝信、12本、高市早苗10本。これは官房長官って提出する機会でも多いんでしょうか。
林法政も、あの、加藤勝信も、官房長官、加藤勝信さんは、ガースの官房長官ずっとやってましたからね。石破茂7本、河野太郎6本、茂木、上川、小林3本、小泉進次郎0と。小林さん若い割には結構出してんな。茂木なんかあの、ずっと何十年も議員やってて、ずっと大臣やら何やらやってて、大した出してねえな。河野太郎も大した出してねえな。こんなに働かないんじゃ、進次郎ね。民間企業だったら、解雇ですね。解雇。世論です。ただの給料泥棒だな。今井絵理子レベルなのか。今井は一応職歴があるが、小泉はない。この人、小中学生レベルの常識すら、ガチでない感が恐ろしい。今までまともな受験を経てないから、あり得る。プラスチックの原料って石油なんですよ。意外と知られてないですけど。で、ドヤ顔で言うぐらいだし。レジ袋有料化の時のドヤ顔は何だったの？15年間何もやってないのに、これからなんかするわけないだろう。このぐらいバカだと悩みなくて幸せだろうな。こいつに投票しようとしている議員バカすぎ。試験ですけど、まあ、進次郎が出してきそうな議員立法案、二酸化炭素の発生源から炭素税徴収、お前らは呼吸税な、いつでも誰でも解雇可能、無職の間は生活保護、外国のペットボトル水禁止法、貧乏人は水道水を飲め、年金支給は80歳から、独身男性平均寿命は65歳、貧乏人が大学に行かないように奨学金制度廃止、むしろ小泉進次郎には一本も法案出させない方が良くないか。良くないか。進次郎が法案出さないことが国益となってないか。ああ、だから今のままでいいって私は思うんですけれども。大阪府議、摂津市選挙区補選、維新敗北、維新が同地区の選挙で負けるのは2010年以来14年ぶり、斉藤元彦、兵庫知事の件がですね、ものすごい逆風、決闘以来かもしれない、地域政党維新の終わりの始まりですかね。世論です。斉藤くんは維新そのものと誰かが言っていた。まあ、あの、こじき体質、パワハラ体質のことですかね。兵庫県知事という怪物を誕生させ、国民負担を強制する万博を強行し、その脇で IR 建設、全然方向転換してないじゃん。斉藤知事一人のせいでもないんだろうけど、もう逆転無理なんじゃない？斉藤かばってた馬場が退かないとどうにもならない。万博のせいだろ。斉藤知事のせいにすんな。あれだけ自民が自滅しても、それ以下のひどさとか、もはやギャグ政党、成金の下品さとうさんくささを最初から感じ取ってました。維新の国会勢力は衆院45、参院21だそうであります。結構な数いるんだね、驚きました。一時は立憲を抜いて野党第一党にいて鼻息荒かったけどね、次は減らしそうですね。維新から流れた票ってどこ行くんでしょうね。立憲共産にはなんか行かなそうだな。自民か民民に行くんですかね。元参議院議員田島陽子さん、専業主婦は配偶者控除で優遇されているから自立できない。自立してたら専業主婦じゃないんじゃないの？専業主婦が必ずしも自立しないといけないの？専業主婦は自立する気なんかないんじゃないの？全然。世論です。自立しないのは専業主婦だからだろう。専業主婦は自立する必要ないだろう。特殊技能でもない限り当たり前の話では、ほぼ意味不明なんだけど誰か通訳してくれ。などと意味不明の供述をしており、定期。専業主婦が優遇されてるって、フェミがこれ言っちゃっていいの？田島先生は専業主婦を憎悪しておられるから。田島陽子は昔から何でも男が悪い、日本が悪い。女性の社会進出が少子化の原因と。ソニー生命保険、調査。本当は専業主婦になりたい。有職者女性 33%。無職女性にも聞いたら割合もっと増えそうですね。一回も専業主婦になったことがない田島先生は、専業主婦が妬ましくて妬ましくて憎悪しておられるから、存在自体が許せないでしょうね。でも田島先生も赤ちゃんの頃はお母さん専業主婦だったはずなんですけどね。出産直前、出産、
乳幼児見てるときは女性どうしてもかかりっきりになっちゃって、仕事どころの騒ぎじゃないよ。田島先生も赤ちゃんの頃はお母さん付きっきりで見ててくれたと思うんですけどね、専業主婦としてね、つまり専業主婦は赤ちゃんを作るため必須の機関なんですよ。専業でいられるならね、乳幼児の時期が終わっても、まあそのまま専業になっちゃいますね。子供幼稚園行っても、保育園行っても。で、同じような専業主婦と優雅にランチと。そういう光景を見てまいりました、私も。専業から離脱できないんじゃなくて、必要がない、あるいは離脱する気がないってだけでね、なんで自立しないといけないの、悪なのっていう話でね、お前も専業主婦のお母さんに面倒見てもらったんだからなって話なんです。憤慨に悩む千葉県習志野市で、鳩やカラスへの餌やり禁止条例可決成立。あ、今日の単身です。違反者からは過料を徴収だそうでございます。動物にはかわいそうですが、踏んでね、恐竜が腐ったりするから、まあ、しゃあないですね。野良猫にですね、餌あげてた人がですね、憤慨に怒った人に訴えられて損害賠償した例もあってですね、野生動物への野良や野生動物への餌やりは奈良の鹿にしか許されてないですね、今はね。JA 田島、農家からの米買取価格を23,000円から26,200円に値上げ。何キロで26,200円なんだっていうのが書いてないダメ記事ですね、これね。企業の賃金も上がってるし、米だけ据え置きでは農家がやっていけませんから、年に 2% 程度のですね、物価上昇と賃金上昇が健全な経済成長と言われてるらしい。で、物価が年に 3% 上がったら、ちょっとインフレ行き過ぎだから金利上げっか、みてえな話になりますね。車掌にタックルかました68歳男性逮捕。山梨県、特許券買わずに乗車し、車掌に呼び止められたところ体当たり。調べに対し、俺は YouTuber だとか言ってるみたいなんですけど、俺は知事だぞ。流行ってるんですかね、こういうの。68歳だと、まあ普通に考えたら無職なんですけど、無職っては言いたくなかったのかな、見え張って。ただ乗りバレそうになって、車掌に暴力ってさ、お前YouTuber でもなんでもなくて、ただの犯罪者だろ、この野郎。東京都内で梅毒感染、爆発。女性は10年前の40倍。女性の感染者の実に 69% が20代。あれだなって皆さんピンときますね。こんな話しちゃうと、戦闘とかにも行きたくなくなっちゃいますね、これね。皆さん、梅毒は発見が遅れると脳までやられちゃう怖い病気です。くれぐれもですね、路上で売っていたからといって安易に購入するのは、私は勧めません。やめてくださいっていう、まああのあれですけどね、なんか奥さんに梅毒移されて、離婚したっていう話もした夫婦も、なんか奥さんがマッチングアプリで浮気しまくってて、どっかの男からもらってきてですね、それ旦那さんに移して、真面目なサラリーマンの旦那さん激怒して、即離婚と、こういう話も聞いたことがあります。何の話してんだかちょっとわかんないですけど、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ついでにメール登院にもなってください。デトックスジャパン。